ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ちょっと聞いて魔理沙、昨日雪で滑ったんだけど、この後やばくない？うわぁ、一体どんな勢いで転んだらここまでになるんだよ。っていうか、その足ちょっと腫れすぎじゃないのか？やっぱりそう思う？どんどん腫れていってるのよねー。なんかめちゃくちゃ痛いし。もしかしたら折れてるとかあるかもしれないから、早く病院に行った方がいいと思うんだが。いやーまあ大丈夫でしょ。私体強いもん。怪我に体の強さは関係ないし、そうやって調子に乗っているといつか痛い目見るんだからな。そういえば、お尻もぶつけたからついでにちょっと見てくれない？お尻を打ったのか？それは今すぐにでも病院に行かないとまずいことになるぞ。まずいことってどうなるって言うのよ。神経に傷が残ることもあるんだ。それはさすがに大げさだと思うけど。じゃあ今回はフジテレビが起こした悲惨な事故5000を紹介していくぜ。それって私の怪我と何か関係があるのかな？テレビ番組の企画がきっかけで、出演者が大怪我をしてしまうってことが、よくあるから今からする話をよく聞いて、怪我の怖さを知ってくれよな。それなら、話を聞いてから病院に行くか考えることにしようっと。それじゃあゆっくりしていってね。一つ目は、ワンワエイトという番組で起こった放送事故について紹介するぞ。この番組は、1991年4月から9月までのわずか6ヶ月間深夜に放送されていたバラエティ番組で、主にドッキリ企画やチャレンジ企画などを過激にした内容が放送されていたんだ。昔は深夜の時間帯なら何でもオッケーって感じだった気がするわ。その番組に、B21 スペシャルというお笑いトリオがレギュラー出演していたんだが、霊夢はこの人たちが誰だかわかるか？聞いたことないと思うな。有名な人たちなの？ B21 スペシャルのメンバーの一人が、最近テレビ番組でリフォームとかをしてる、お笑いタレントのヒロミさんなんだな。ああ、ヒロミさんなら知ってるわよ。超リフォーム上手い人よね。リフォーム番組ってついつい見ちゃう。放送事故は番組内のヒロミがロケット花火を背負って宇宙へ行く、という企画で起きてしまったんだぜ。タイトルだけ見たら宇宙に行くなんて夢があっていいと思ってしまったじゃない。ヒロミさんがまだデビューして間もない26歳の頃に行われたんだ。この企画は、1万3000本のロケット花火をヒロミさんが背負って宇宙まで飛んでいくという、無謀なものだったぜ。大学の工学部に協力してもらい、事前に番組 AD で実験をした時には少しだけ浮き上がることに成功したんだぞ。へえ、それなら宇宙に行くのは無理でも浮かび上がるくらいは本番でも期待ができそうだわ。ヒロミさんは念のため耐熱性のレーシングスーツを着てこの企画に挑戦したんだ。だが本番では背中の花火に火がつけられ一瞬だけわずかに浮き上がったヒロミさんの体を、強風に煽られた炎が瞬く間に包み込んでしまったんだ。1万本のロケット花火が？ああ、ヒロミさんはレーシングスーツを着ていたから見た目での変化はわかりにくかったみたいだぞ。でもこの時スーツの内部には、1000度以上の熱が伝わっていたんだな。1000度って言われても高温すぎて、全然ピンとこないんだけど。ヒロミさんは、熱い熱い、と叫びながら連んでしまったため病院へ救急搬送されたらしいぞ。もちろん、ここまでの高熱を浴びたヒロミさんは相当だったみたいだぜ。耐熱性のスーツって、そのものが燃えなくても熱が伝わって火傷をしてしまうのねー。まあでもこれは予想外だし、無事なわけないか。この事故は、NHK など各局がニュースとして取り上げるほどの話題になり、ヒロミさんの事故から間もなくして番組は打ち切りになってしまったんだ。事前の実験で成功しても本番で何が起こるかわからないって怖いよ。二つ目は、おはよう、ナイスデイという番組で起こった放送事故について紹介するぞ。この番組は、1982年4月から1999年3月まで生放送していた平日朝のワイドショー情報番組で、放送事故は番組で風船おじさんの取材を行った時に起きたんだな。風船おじさんって何かしら？まさかおじさんが風船に捕まって飛んでいくとでも言うの？当たらずとも遠からずだな。自称冒険家のおじさんが椅子に大きな風船を2つくくりつけて、東京都の多摩川の河川敷から千葉県の九十九里浜を目指して飛び立つということがあったぜ。だからこのおじさんが風船おじさんと言われているんだ。浮かび上がって東京から千葉まで行こうとしたっていうこと？ああ、しかし空を飛びながら移動している途中で重りの砂袋が外れてしまったらしいぜ。そのせいで高度を維持することができなくなって、出発地点から 24km 離れた東京都の大田区にある民家の屋根に不時着してしまったんだ。もっと危険な場所じゃなくて、屋根に降り立つことができてよかったけど怪我とかは大丈夫だったのかな？風船おじさんの怪我自体は程度で済んだようだな。でもおじさんに不時着された家の屋根は、瓦が数枚割れたりテレビアンテナが折れ曲がってしまうなどの被害を受けたんだぞ。あちゃー弁償費用かかっちゃうね。でも体が無事だっただけありがたいし仕方ないよ。ところが風船おじさんは、弁償どころかこの家の家主に謝罪すらしなかったぜ。駆けつけた警察官にきつく叱られた時は今回の飛行が成功したら、
次はハワイを目指す予定だったと語ったらしいな。いやマジか、反省ゼロじゃん、弁償も謝罪もなしとかメンタルやば。そして、東京から千葉への飛行失敗から7ヶ月後、今度はアメリカを目指すと言って、島根県から飛行の予定を立てたんだ。でも1回目の失敗があったから日本やアメリカの政府からなかなか飛行許可が下りず、そこで風船おじさんは琵琶湖で試験飛行を行うことにしたんだぜ。話を聞いていると、もっとちゃんと飛べるか準備した方がいい気がするわ。1992年11月23日に風船おじさんは、大小26個のヘリウムガス入りの風船をつけた。ゴンドラファンタジー号に乗って上昇実験をすると言ったんだ。その場所には大学教授や、同大学の学生たち、彼の実験支援者数名、そして、風船おじさんの密着取材をしていた。おはよう、ナイスデイの取材班が集まったぜ。風船をつけて空を飛ぶなんて注目の的だから、たくさんの人が集まっているわね。風船おじさんの乗ったゴンドラは、120メートルの高さまで浮かび上がった後一旦地上へ降りてきたんだ。だけどしばらくすると突然、風船おじさんが、行ってきます、と言い出して。ゴンドラに繋いでいたロープを外し再び空へ向けて上昇し始めてしまったんだぞ。あれ？また実験を始めたのかしら？風船おじさんの行動に驚いた大学教授がどこに行くのかと聞いたら、風船おじさんは当然のように、アメリカですよ、と答えどんどん空に向かって上昇してしまったんだな。上昇実験って言っていたのにどういうこと？この大学教授は前々から風船おじさんに、ゴンドラに乗ってアメリカを目指すなら、無線免許を取得した方がいいとアドバイスをしていたんだ。その準備が完璧じゃないのに。出発するのは危険だと止めたんだけど、風船おじさんは周囲の制止を振り切って、アメリカへ向けて出発してしまったんだぜ。強行突破ってまさにこういうことを言うのね。風船おじさんからはゴンドラで飛び立った日の夜に家族の元へ電話があったんだ。そこからは1時間ごとに風船の様子がおかしいとか、思ったより高度が上がらないなどの連絡があったらしいぞ。飛んでいる状態で電話ってのもすごいけど。そして、翌日の朝、風船おじさんから奥さんに、素晴らしい、朝焼けが綺麗だ、と連絡があったんだ。その次の電話で、行けるところまで行くから心配しないでね、という言葉を最後に、風船おじさんからの連絡はなくなり彼の携帯電話も繋がらなくなってしまったんだぞ。風船おじさんに一体何があったというのかしら？1992年11月24日の深夜、風船おじさんの乗るゴンドラから SOS 信号が出されたんだ。それをもとに翌日の朝、海上保安庁の捜索機が宮城県の沖合を飛行している。ファンタジー号を発見したんだな。風船おじさんは無事なのか心配だわ。風船おじさんは捜索機に向かって手を振ったり座り込んだりして見せた後、SOS 信号を出すのをやめてしまったんだ。念のために、捜索機はファンタジー号を約3時間にわたり、監視していたんだが、その間高度2500メートルから4000メートルのあたりを飛行し続けていたぜ。そして、SOS 信号も消えたためゴンドラの追跡を打ち切ったみたいだな。思っていたより大丈夫そうで安心したわよ。報告を聞いた風船おじさんの家族もかなりホッとしていて、とっくにアメリカに行ってると思ったらまだ宮城県沖なの、と笑い合っていたそうなんだ。すごい、もしかしたら本当に成功しちゃうかもしれないじゃない。しかしその後、消息が完全に途絶えてしまい SOS 信号も確認できず、心配した家族から捜索願いが出されたんだ。そのため海上保安庁が周辺諸国に、救難要請を出してファンタジー号を捜索したんだが、最後まで発見されることはなかったんだぞ。大丈夫なのかと思ったけど結局行方がわからなくなってしまったの？風船おじさんの行方について専門家からは様々な意見があるんだ。海に着水したとか、無人島に漂着したとか色々言われていたが、いずれにしても生存は難しいだろうと言われているんだな。もう30年も前だもん、生きていたら奇跡よね。今回の事故について一部の週刊誌では、密着取材をしていたフジテレビの番組の取材班が、風船おじさんを煽ったために、彼は準備不足で、出発してしまったのではないかという報道もあったんだぜ。期待されていると思うとそれに応えたい気持ちはわかるわ。三つ目は、うっちゃんなんちゃんのやるならやらねば、という番組で、起こった放送事故について紹介するぞ。この番組は1990年10月から1993年6月まで、放送されていたお笑いバラエティ番組で、放送内容はコントやゲームコーナーをメインに行われていたんだ。お笑いコンビうっちゃんなんちゃんさんの冠番組だったんだ。放送事故は、1993年6月24日に番組内の人気コーナー、やるならクエスト2の収録中に起きたんだな。やるならクエスト2って初めて聞いたけど面白そうじゃない。やるならクエスト2っていうのは大人気テレビゲームのパロディで、大掛かりなセットの中で体を張ってゲームやアクションを行うというものなんだぜ。RPG のゲームの中に入り込んだ感じのイメージかしら？このコーナーに、ゲストとして香港の人気バンドビヨンドのメンバーウォンカークイさんが参加していたんだ。
だが、彼がセットから足を滑らせて3メートルほどの高さの場所から転してしまったんだぞ。3メートルって結構高いわよね。ああ、しかも、この大掛かりなセットの下には緩衝材を敷くなどの安全対策はされていなかったんだ。そのせいでウォンカークイさんは天の衝撃でを強く打ちつけてしまい、そのまま病院へ緊急搬送されてしまったらしいぞ。おつって一番危ないって聞くから心配だわ。結果的に、命を落としてしまったらしいぜ。その責任を取るような形で打ち切りとなってしまったんだな。とても悲しい事故だわ。体を張った企画って見ていて面白いけど危険がつきものよね。番組にレギュラー出演をしていたうっちゃんなんちゃんの二人は、この事故をきっかけに引退も考えたそうだ。だがウォンカークイさんの遺族や周囲の人たちの励ましによって復帰することにしたんだぜ。こういうことは二度と起きてほしくないと思うわ。この事故は各テレビ局が収録中の安全管理を改めるきっかけになったんだ。かの危険を伴う企画の時は緩衝材の設置やハーネスの着用など、以前より厳しい安全管理が行われることになったみたいだな。事故が起きてしまったのは悲しいけど、反省を生かして同じ思いをする人がいなくなったらいいわね。四つ目は、愛する二人別れる二人という番組で起こった放送事故について紹介するぞ。この番組は1998年10月から1999年11月まで放送されていたヒューマンバラエティ番組なんだな。この番組はどんな内容なのかしら？タイトルから想像すると、恋愛系とか？一般募集した問題を抱えている夫婦をスタジオに呼ぶんだ。そこで番組出演者を交えて話し合いを行って、最終的に結婚生活を続けるか離婚するかを選択させるっていう番組で、夫婦のリアルな喧嘩が見られると視聴者に受けていたんだぜ。かなりシビアな内容の番組なんだね。この番組には何度もやらせ疑惑が上がっていたんだが、決定的な証拠がなかったため、番組は放送され続けており、ついに最悪の事件が起きてしまったんだ。一体何があったというの？ある一般女性が自害してしまい、息を引き取った状態で発見されたのだが、そこで見つかった遺書にこの番組内でやらせが行われていたという事実が書かれていたんだぞ。自害してしまった女性は番組の関係者だったということなのかな？この女性は番組に夫婦として出演していたんだが、実際は結婚などしていなかったんだな。この遺書によって番組でやらせが行われていることが明らかになり、番組スポンサーやフジテレビ局内から批判が集まったため、番組の打ち切りが決定したんだぜ。何か重大な事故が起こってからじゃないと、対策をしないっていうのがもどかしいわ。5つ目は、トンネルズの皆さんのおかげでしたという番組で起こった放送事故について紹介するぞ。この番組は、1997年6月から2018年3月まで放送されていたバラエティ番組で、数々の人気コーナーを生み出した番組なんだ。この番組は知っているわ。食わず嫌い王決定戦と、男気じゃんけんと高級時計を買う企画が好きだったのよ。放送事故は歌手の桂木由紀さんが、番組内の忍耐法というゲームの収録に、参加した時に起きてしまったんだな。その前に忍耐法って何なん？忍耐法とは、大砲のような仕組みの装置から忍を発射し、数メートル離れた場所に設置された、ウレタンマットへ着地させるというものだ。企画の中では80年代に活躍した歌手が、次々に発射されヒット曲を歌い別の出演者が誰が歌っているのかを、当てるというゲームが行われていたんだぜ。テレビ局の人ってほんといろんな企画考えてるのね。桂木由紀さんは、ヘルメットをかぶり大砲の装置によって空中に発されたんだ。だが他の出演者が放物線を描いて着地したのに対して、桂木由紀さんは鋭角に着地してしまい強く突きつけてしまったんだぞ。ウレタンのマットに突っ込んだみたいになっちゃったということかしら？桂木由紀さんが、貸してから30秒ほど経っても起き上がってこなかったため、スタッフが慌てて駆けつけたんだ。すると、桂木由紀さんから激しい痛みがあると訴えられたので、番組スタッフはすぐに救急車を呼んで彼女を救急搬送させたらしいぞ。桂木由紀さんがどうなったのかすごく心配じゃない。相当ひどかったらしいぞ。結局4時間以上に及ぶ手術を受けて奇跡的に大事にはならず、回復も順調だったが、元通りにステージに立てるようになるまで数ヶ月もかかってしまったんだな。無事だったのは本当に良かったけど、これってリハーサルとかちゃんとやってるのかな？フジテレビ側は本番の前に何度もリハーサルを行っていると言っていたそうだ。だがそのリハーサル自体はスタッフが代わりに飛んでいたため出演者本人はぶっつけ本番で挑戦していたらしいぞ。しかも、出演者の年齢が全員50歳前後なのも含め、企画自体が無謀で危険だと批判が相次いだんだぜ。ただでさえ忍耐法なんて危ないのに、親くらいの年齢の人がぶっつけ本番はやばいわ。ということで、フジテレビが起こした悲惨な事故5選を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。